ちは、こんばんは、こんばんは。お久しぶりです。めっちゃお久しぶりです。おー、なんか結構遅めの時間にしちゃったんですけど、意外と人がいてよかった。ありがとうございます。お久しぶりです。お疲れ様です。あ、元気になりなってきてます。なんかちょっと体調崩しちゃってて、あんまりできてなかった、あんまりっていうかできてなかったんですけど、お久しぶりです。すいません、本当久しぶりになっちゃって。こんばんは。動いてます。え、そう、あんまりこの時間にやるの久しぶりかな。なんか一番最初のオーディション中じゃなくて、 SK に入らせていただいてからの最初の配信、10月7日くらいはこの時間だった気がする。でも久しぶりかもしれない。久しぶりじゃない、あんまりやらないですよね、ポッキーの日。あ、そっか、今日って11日。あれ、今日11日ですか。あ、11日か、そっか、11日だ。生写真買ったよ。あ、あれか、なんか12期生も入ってるやつですよね。なんか、はい、ありがとうございます。嬉しい。なんかあれ、写真って初めてですよね多分。めっちゃ嬉しい。おお、なんか自分がグッズ化したの新鮮。どんな感じなんだろう。私もまだ実物見てないので、どんな感じに出来上がってるのかわかんないんですけど、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。健康第一。そうですね、本当に結構なんか風邪とかインフルエンザとか多分流行ってるので、皆さんも気をつけてください。なんかでもそうですね、あれですね、なんかやっぱりレッスン行ったり、大学行ったりしてると人と関わらないでいるのは難しいので、どうしても映っちゃったり、なんだろう、多分自分が映しちゃったこともあると思うし、難しいですね。でもまあ手洗ったりとかはしてるんですけど手は洗ってるんですけど、やっぱ映っちゃうっていうか、映された側じゃないかもしれないんですけど、ね、体調は崩しちゃいますね。今月初、あ、確かに10月になってから初めてかもしれない。あ、そうね、なんか毎年インフルエンザとか流行るの12月とかのイメージがあったんですけど、ちょっと早めなんですかね今年は。なんかあんまり準備してなかったから。あ、そう、みかんのみき方公演っていう、公演っていうか、なんかみかん全 TV の劇場公演版みたいなやつですよね。参加させていただきます。楽しみどんな感じになるんだろう。寝ます。あ、もう全然、もうこんな時間に配信してる方が悪いんで、もう全然寝ちゃってください。なんかなんならあれです、なんか寝落ちしてくださっても全然構わないんで、もうお好きな時間に。ハナナはポッキーにプリッツにポテト食べながら配信してた。ああ、ポッキーとプリッツは分かるけど、なんか一つお菓子の混じなんか普通に多分ポテトチップス食べたかっただけなのかな。そうなんだ。私は今日は別にポッキーもね食べなかったです。今日は11期の日。あ、11月11日だからですか。そう、大きさなんか音鳴っちゃった。なんかそうなんだ。じゃあ12期生の日は12月12日なんですかね。でももし SKE が1111期生とかまでなったらあれですよね、11期生の日なのか1111期生の日なのか分かんないですよね今日が。確かに半袖はちょっと寒いかもしれないですね、さすがに今はもう。あ、そう、12月12日か、12期生の日にさせていただけるんですかね。
どうなんだろう、あんまり、うん。なんかすいません、黙ってあのあれを変えます、画角を変えます。え、じゃがりこでもいいんだ。もうなんか細長ければ何でもいいみたいな感じなんですかね。じゃあ何食べようかな。うーん、あ、普通にそうめんとかでもいいのか。ポッキーの日なのにそうめん食べていいのかな。うんうん、え、今日ポテトの日でもあるんだ。あ、じゃあ花ちゃんは合ってるんですね。私が知らなかったりすれば普通に、そっか、ポテトの日でもあるんだ。なんでポテトの日なんですかね。ポテト、あ、え、フライドポテトの日じゃなくてポテトチップスでもいいんですかね。ポッキー2箱食べた。それはお、めちゃポッキーの日に貢献してますね。さすが、さすがです。うん、1111期生が入るのって何年後なんですかね。今、オーディションって何年ごとくらいに行われてるんですか。まあ、不定期とは思うんですけど、 2,3 年ごとくらいだとしたら2000年後くらい。もう絶対生きてない。1111期生がどんな子が入ってくるのか見られないですね。私たちは分かんない、一人くらい見られる人もいるのかな。いいなぁ、私も1111期生が入るまで生き延びたいですね。1111期入るまで11期は誰か残っているのでしょうか。残ってるんじゃないですか。みんななんかなんだね、残ってると思います。あの天使になって、はい、再加入みたいな、うん、なんかもうごめんなさい、適当なこと言っちゃって。残ってると思います。みんな残ってますよ多分。急に寒くなった、あ、でも確かにそれはあるかもしれないです。なんかそんな気がする。なんか秋っていつだったんだろうってなりますよね。そう、もう19歳だから12時まで配信できるんですよ本当は。そう、斉藤真希子さんと熊崎遥さんがあのみかんの生き方公演で、あれはどういう立ち位置なんですかね。 MC なんですかね、それともあれかな、どんな感じなんだろう。うん、多分お二人ともすごいあの引っ張ってくださると思います、多分。うん、後ろの白飛び、ああ、そうかもしれない。見にくいですかね、どうだろう、うわ、どうしよう。え、そうめん食べました。あ、じゃあポッキーの日に貢献してると思います。全然、毎日募集したら3年くらいでいける。ああ確かに、毎日、そっか、それはもう大変ですね。もう大変です。もうあのチーム S と K2 と E だけじゃ足りなくなっちゃう、もう大変なことになる。あの選抜入るのに何倍の確率なんだっていう感じですよね、めっちゃ大変。あ、確かに13期生は13月がないから、あのなんとか生の日って言えるのは12期生が最後なんだ。そっか、え、めっちゃ貴重ですね。嬉しいっていうか嬉しい。うん、じゃああれは毎月13日は13期生の日ってすれば寂しくないんじゃないでしょうか。お団子食べた。お団子も、うん、あの串が細長いのでポッキーの日だと思います。ポッキーポッキーって言ってるけど、ポッキーってあれですよね、あの商品名だから名前出していいのかな、まあ、多分もう遅いんですけど。確かにそうめんはちょっと細長すぎちゃうかもしれない。ああ、でも硬さがないとダメなんだ。じゃあやっぱ無理か。でもフライドポテトも別に硬くないと思いますけどね。うん、難しい、どこまでがポッキーなんでしょうね。うん、どこまでもポッキーっていうか、あのポッキーはポッキーしかポッキーじゃないんですけど、クタクタのはいけない。じゃあそうめんだとしたらあれですかね、あの生で
茹でないで食べるしかポッキーをクリアできないんですかね。花ちゃんはポッキーにプリーツにポテトになぜかついでにハンバーガーも、あ、そうなんだ、もう食べたいもの食べてるだけ花ちゃん、そうなんだ、うん、花ちゃんらしくていいんじゃないですかわかんないけど、うん、それが花ちゃんの良さだと思います。あ、待って待って、コメント、コメントって言っちゃった、コメント、うん、あ、待って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 、あー待って、もうしばらく、あ、おお、いけたいけた、なんかあの最新のコメントを読み込めなくなって、オレオ食べた、オレオは、うん、カタカナだからポッキーってことでいいと思います。ミヤビームならワンちゃん残ってる。ミヤビちゃんってそんな長生きしそうですか。ミヤビちゃんそんななんか千人キャラみたいな立ち位置でしたっけ。ミヤビちゃんは、あ、そうか、妖精だからみたいな、うん、そういう あれなんですかね、わかんない、なんか皆さんのミヤビちゃんの扱い方がちょっと分かってなくて。あ、 MC なんですね、そうなんだ、そうなんだ、 MC、 なんか MC って、そっか、確かに2人いらっしゃるから MC っぽいですよね。どうなんだろう、なんか変、なんか不思議な感じ。未完全 TV っていつもなんか12期生は12期生の密着のコーナーがあって、なんだろう、なんか、なんだろう、なんかそれに、なんだろう、レッスンの風景とか映ってますけど、先輩とか映んないじゃないですか、一緒に。だからなんか先輩もいる未完全 TV ってめっちゃ新鮮ですね。どんな感じになるんだろう。今日はデンジェの日、あ、デンジェの日ってあれですか、なんですっけ、田中さんでしたっけ、なんか言いますよね、リチウム電池開発した人の日なんですかね、もしかして。リチウムイオン電池か。なんで知らなかったんだろう。もうポキーのことしか、ポキーで頭がいっぱいになっちゃった。もう今日はポキーの日でいいんじゃないでしょうか。でも確かに先輩いらっしゃるとめっちゃ心強いです。本当に言ってくださってよかった。でもマキコさんあれですよね、お披露目の日の時も呼び込みっていうか、そのなんか12期研究生ですっていう、なんて言うんだろう、紹介をしてくださったので、すごい心強いです。いつもお世話になっているイメージがあって、逆にクマさんじゃない、熊崎さんは何ですかね、なんだろう、そうですね、そんなに12期研究生と結びつけられるようなイメージはないと思うので、多分皆さんの印象もそうだと思うんですけど、だからなんか新鮮で、ちゃんとお話、たくさんお話しするのも初めてなのでめっちゃ嬉しいです。じゃあ、あれにしましょう。毎月、あれです。1期生の日は1日だ、みたいな。だから、でもそしたら31期生までしか入れないですもんね。しかもなんか、ウルード氏があるから、28期生までが、なんかめっちゃ多くなっちゃうみたいな。困ったな。みんな平等に、何期生の日ってできるには、どうしたらいいんですかね。みんなさん、一緒に考えてください。配信でジャンボリミッキー踊った先輩がいらっしゃったんですか。そうなんだ、じゃあジャンボリミッキーが許されるなら多分何でも大丈夫だと思います。わかんない、なんかなんとなくイメージ的にディズニーさんが一番なんていうか、ちゃんとやんなきゃ、ちゃんと気をつけなきゃいけないイメージがあったので、まあ多分著作権って普通に、なんだろう、どの会社さんにもあって当たり前なので、そんな別にこの会社だから大丈夫とかはないんですけど、そうですね、まあジャンボリミッキー踊っていいなら
何でも大丈夫だと思います。ラーメンもポッキーで大丈夫です、はい、ポッキーに怒られそう、ごめんなさい、何でもポッキーとか言って、多分世界はポッキーで溢れているので。あやばい、配信久しぶりすぎてなんかもう あれですね、なんかあれです、田中さんじゃなかったっけ、あのリチウムイオン電池やった人、あの人誰でしたっけ、磁石の日、あそう、あそういうこと、11月11日を漢字で書くとプラスマイナス、プラスマイナスを表すことから、11月、あ本当だ、プラスマイナス、プラスマイナス、おお。全然リチウムイオン電池関係なかった。クマさん、うん、多分カメラが揺れてるのは私がこうやってコメント読んでるからです。もう読みに見にくいですよね、もう揺らしてやろうと思います。あそうなんだ、へえ、あそうなんだ、へえって、何のコメント読んでるか。さやちゃんのさやは石川なんとかスバルヤ、なんて言うんだろうこれ、なんとかヤのさやだから変換しやすかったよ。あ本当ですか、ねえ、やでもだって石川なんとかやって書いて石川なんとかの部分を消してからやっとやって変換されるんですよね。そしたら結構手間だと思うので、やなんとか、あ弥生時代の弥生とかどうですかね、そっちの方がなんか出てきそう。でもこの人はあれかな、石川さんのことが詳しいんですかね、そしたらそっちの方が、いって打ったら出てくるから楽ですね。いや本当にややこしい感じで申し訳ないんですけど、まだまだ先なのでゆっくり考えましょう。そうですね、じゃあ31期生が入ってから考えます。365期生、あ確かに365期生になったらめっちゃいい。でもその場合、あそっか、あでもうるう年の木がかわいそうですよね。そしたらどうしよう、みんな平等になるように、うん、4年に1回しか来ないことになっちゃうからどうすればいいんだろう、 そんなのかわいそう。そんなのかわいそうだよ、いいんだよポッキーポッキーポッキー、え嘘、酔いますか、えどうしよう、どうすればいいんだろう、うんとか言いながらもう余計揺らしてるような、えほんとすいません、なんかえなんで揺れちゃうんだろう、このスタンド結構ちゃんとしてるやつなはずなんですけど、どうなんだろう、揺れますか。揺れますよね、揺らさないように頑張ります。あ揺らしていいよ、揺らさないでって言ってる人と揺らしていいよって言ってる人がいる。どうしよう、ちょっとあれ取ります、あれ取ります、あれ集計取って考えます。リチウムイオン電池は吉野さん、あ何でしたっけ、吉野あきらさんでしたっけ、おお、まあまあまあ、リチウムイオン電池はあれなんですよ、多分物理とか科学の分野なのであんまり習うことはないんですけど、まあでもすごい偉大な方なので、はい、ちょっと知ってます、ちょっと知ってる、今仕事終わった、お疲れ様です、体調大丈夫、大丈夫です、ありがとうございます、お疲れ、久しぶりです、本当に スマホを揺らしてファンを呼ばせる気やな、本当ですか、でもそんなつもりないんですけど、あ酔っちゃったらごめんなさい。石川隆也さん、あ石川、あれで隆って読むんですね、珍しい、何を言ってるの。弥生が一番簡単ですよね、多分石川隆也選手、多分あれですよね、スポーツ選手さんですよね、のことを知らない方は弥生って打ちましょう、はい、でも別にひらがなでも全然大丈夫です、そんな全然名前呼ばなくても全然いいので、ゆうとかでも全然、はい。全然そう、ひらがなで書くって言ってる人もいるので全然大丈夫です。やとみ、ややふ、やとみのや、なんて読むだろう、スマホに合わせて私が揺れればいい。難しい、そんな高度な技術があったら多分スマホを固定する方が
どっちが簡単なんですかね。あ、ドラゴンズの選手の方なんですね。すいません、全然詳しくなくて。ウルード氏って今年じゃないんですよね。来年かな、多分来年かな。そしたら、うん、ウルード氏の2月29日って何期生なんですかね。31+29だから60期生のために考えましょう。うん、60期生が入るのは何年後なんですかね。100年後とかなんですかね。え、一緒に揺れて欲しがり屋さんがいっぱいいますね。うん、じゃあ分かりました、揺れながら。うん、え、 PC もスマホももう学習したみたい、私のさやって感じですか。嬉しい、そんな割とややこしい感じを覚えてくれて。そんなってことはあれですよね、いっぱい打ってくださってるってことですよね。めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。日常的に打ってるから多分そうなったんですよね。投票機能使ったことあったっけ。ありますよ、なんか1回くらい使った気がする。何で使ったんだっけな。あれだ、お肉派かお魚派かみたいなやつでしたっけ、違ったっけ。手持ちで配信するときは揺れるからこのままでいいんじゃない。あ、手持ちで配信する人もいるんですか、こうやって。わあ、そうなんだ。わあ、あれじゃちょっとやったことないんですけど。うん、マジレッサー。本場のトンテキ、トンテキの本場ってどこなんですか。うん、本場のトンテキ、辞書登録してないけどさやでさやって出てくる。あ、そうなんだ。辞書登録してないのにあれかな、なんかキーボードのアプリとかもしかしたら使ってるんですかね。松浦あやで出てきます、松浦あやさん。そう、私の名前の由来なんですよ、よ。デラベッピ、え、本当に名古屋の人ってデラって使うんですか。なんかあれ聞いたことある、なんだっけ、あのジャンダラリンを使うって聞いたことがあります。うん、本当に使うんですか。でもなんかあのなんか12期研究生もあの SKE の先輩たちも名古屋出身の方はいっぱいいらっしゃるんですけど、あんなんかデラって使ってる人いない気がするんですけど、どうなんですかね。うん、オリンピックの年、え、そっか、オリンピック来年ですか、パリですか。だからバレーボールとかオリンピックの予選やってるんだ。そっか、でもあれですよね、東京オリンピックが2021年になったから3年ぶりだからそんなに久しぶりに感じないんですかね。え、めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみです。おお。え、もしかしてこれ見てる方に1人くらい本場パリまで見に行く方っていらっしゃったりするんですかね。なんか1人くらいそうですよね。自然に感じ出てきます。嬉しい。ゆくちゃんの名前決めるときに、あ、そう、ゆくちゃんの名前決めるときにあれ投票機能使って決めました。結構早口、本当ですか。今日結構ゆっくりめに話してるんですけど、でもあれかも、あの20分からやってるので、はい、あんまりできないのでいっぱいコメント読みたいからちょっと早めに読んでます。大型です。オート、あ、やば、あ、でも名前言っていいってさっき言ってましたよね。そう、大戸屋のトンテキ食べました。当たりましたか。トンテキは四日市ですよ。あ、そうなんだ、四日市って何県でしたっけ。四日市ね、あの中学受験でやりました。はい、四日市全速。あ、四日市何県だったかな、富山県とかでしたっけね、違いましたか。あ、三重県、四日市市、あ、三重県なんだ。じゃあ愛知も近いですね。近い、まあ遠くはないですね。そうなんだ、トンテキ。でもやっぱなんかご飯はなんか本場で食べるとテンション上がりますよね。めっちゃ分かります。なんかあの佐賀県にうどんとか食べに行きたいですもん。うん、あ、そっか、外出先で配信するときは手持ちになりますね。うん、あんまりスマホスタンド立てられる場所ってないかもしれないので
いい感じの高さの場所が多分ないので。そっか、外から配信もやってみたいですね。うん、肉料理、肉寿司は肉料理に入りますか？入ると思います。でも難しいですね、お寿司なのか。うん、お寿司とお肉のいいとこ取りなんじゃないでしょうか。え、ベラ使うんだ。ジャンダラリンは三河弁ごめんなさい、今自分で三河って読めたんじゃなくて、あの三河、三河、三河って読もうとしたんですけど、そしたらなんか上の方にあの読み仮名をいい感じに振ってくださっている方がいらっしゃって、よくわかってますね、私が漢字読めないのなんかこのくだり何回もやってる気がする。何回やっても三河が読めないんですよね、本当に。うん、なんでなんだろう。うん、ちゃんと読めるように、あの、はい、多分あのあれですね、あのスマホの待ち受け画面とかを三河にした方がいいんだと思います。しないけどあのその都度教えてくださったら嬉しいです。多分間違えて読むのでえ、神奈川はダベじゃなくないですか？神奈川はジャンです。はい、神奈川はジャンです。エビフライ、エビフヤー、なんかエビフヤーっていうとなんか韓国語っぽいですね、発音が。めっちゃ可愛くないですか？本当にエビフヤーって言うんですか、エビフライのこと。なんかエビフヤーの方が言いにくい気がするんですけど、うん、どうなんだろう。でもまああれですね、あの地域ごとに発展したあれはその地域によるので、なんか言いにくいとか言ったら失礼ですよね。東京五輪は延期したから、そう、延期したから実質3年ぶりなんですよね。あんまり久しぶりに感じないからなんか嬉しい。時間が短いから見てる方も焦る。本当ですか？あ、本当だ、もう47分になっちゃった。うん、そう、今日は特にいろんなコメント読みたいので、久しぶりだから、あのあれですからね、声に出してなくてもちゃんと読んでますからね、本当に目に焼き付けてます、ちゃんと。うん、心の中で名前も読んでますし、ちゃんとちゃんと読んでます。コンビナート、あ、四日市コンビナート、え、そんなのありましたっけ。あ、まあまあまあ、あの社会はちょっと苦手だったので、はい方言は岐阜が強め。あ、そうなんですね。岐阜って、え、じゃあ47都道府県の中で岐阜が一番強いんですかね。なんとなくなんかあの青森の方とか、うん、強いイメージがあったので。でも岐阜が強いんですかね。そうなんだ。尾張と三河、あー、うん、覚えましたはい、多分まあまあ次お会いする時までに覚えてる、あの確証はないんですけど、今はちゃんと覚えてます。はい、うん、三河と尾張、終わりだった。おお、やばい、2秒後に忘れちゃった。ドエヤーガデラ、あ、そうなんだ。じゃドエライなんとか、ものすごいみたいな意味なんですかね。そうなんだ。なんかデラっていうとあのさっぱりしますね神奈川に遊びに行こうかと。おすすめありますか？おすすめですか？うーん、おすすめ、あ、中華街とかどうなんですかね。中華街楽しいと思います。人多いんですけど、はい、あと中華街はなんかなんて言うんだろう、ちょっと迷いやすいかもしれない。あのなんて言うんだろう、なんか同じ道をぐるぐる回っちゃうかもしれない。私だけかもしれないですけど私だけかもしれないんですけど、同じ場所をぐるぐる回っちゃうかもしれないです。神奈川、他にいいところあるかなうーん、神奈川のいいところ、全然あるんですけど、東京も楽しいと思います神奈川好きなんですけど、あのなんか結局東京で遊んじゃうんですよね。あの東京の学校行ってたので、遊ぶってなると東京が多いので、はい、なんかいつもお台場とか行ってたから、神奈川あんまり、全然神奈川好きなんですけどね、はい、神奈川、なんかあの逆に神奈川のいいところあったら教えてください。神奈川のいいところ、中華街はいいと思います、本当に。絶対楽しいし、
何時間でもいられるので、本当に気合い入れて見てます。本当に名前呼んでますからね、心の中で。はい、なんかいつになったら名前呼び OK になるんですかね。なんかあれかな、イベントとかに参加したらあれですかね、名前呼べるんですかね。あ、タマリさんがエビフィアって言い出したんですね。そうなんだ。こんばんさや、こんばん、こんばん、こんばん、こんにちは。もう何にかかってさやになったんだろう。こんばんさや。東海みみみ炭鉱東海三県だと岐阜が強めってこと。あ、なるほど。じゃあ全国的にではなく、その3つの県だと岐阜が強いんですね。もうもうもうフォローしたらファンドームに追加されてびっくりしたよ。ファンドームって何ですか？ファンドームってあれかな、もしかしてオフにしないといけないやつなんですかね。え、どうしよう。ファンドームってどうやってオフにできるんですかね。どうしよう。ちょっと後で頑張ります。はい。横浜に住んでると横浜の良さよくなんとかない。横浜も好きです。全然なんか横浜、でもなんか横浜なんかおしゃれすぎて、あれですね、多分レンタカーとか借りたら楽しめると思います。なんか広いかもしれないので、もしかしたら横浜、レンタカーおすすめです。わかんない、車の免許持ってるかわかんないですけど。あ、そう、なんかそう、名前呼び、ずっとできないんですか？そうなんだ。まあでも仕方ないですね、トラブルがあったらなら仕方ないですね。気になってきたのですが、どうしたらよき？そうですね、どうしたら、なんか、はい、そのまま気になってくださってたら嬉しいですなんか、多分こういう時に何か好きになってくださいとか言えるのがあれだと思うんですけど、なんかね、ちょっと恥ずかしいんですよあ、家系ラーメンいいと思います。神奈川のあれですからね、家系ラーメンとか横浜家系ラーメンとか、あとなんだろう、なんかサンマータンメンみたいなのもあるんですけど、個人的には家系ラーメンの方がおすすめです。ちょっとあれはニンニクが強すぎて、もしかしたら好き嫌いが分かれちゃうかもしれないので、家系ラーメンだったら多分嫌いな人いないかな、いるとは思うんですけど、万人受けすると思うので。サシャのチョコは食べますか？好きですあれ美味しいですよね、めっちゃパリパリしてて。もう好きになっちゃった。本当ですか、嬉しい、ありがとうございますお世話になってます家系行くんだ。家系は行かないんですけどなんかフライパンで作れるやつがあるんですよ水がいらなくて、なんかボンって突っ込むだけでなんか作れるやつがあって、多分ね調べたら出てくると思うんですけど、普通にスーパーとかで売ってる気がするので、あれめっちゃおすすめです。なんか火加減とかちゃんと時間を見てれば、水とかもいらないし、普通になんか簡単にできるので、ちょっとご飯作るの、あーっていう時とか、あとなんだろう、普通に家系ラーメンがお家で食べたいなっていう人おすすめですあ、そう、7月5日に好きになっちゃったが発売リリースされたので、私の誕生日の次の日なんですよね。すごい運命的なしかもその時期にオーディションが開催されてたので。セブンの冷凍食品に3万目ありますね。あ、そうなんですか。そうなんだ、全然知らなかった。お料理得意なの？お料理好きなんですけど、どうなんだろう、得意、どっからが得意なんですかね。全然得意、どうなんだろう、でも家庭料理とかですかね。そんななんか本当のやつは作れない。なんかなんだろう、なんかティラミスとか、なんだろう、
なんかフォアグラのソテーとかそういうのは作れないんですけど、はい、ちゃん頑張ります。あの、うん、普通の人ができるレベルだったら頑張ります。そう、夏生まれです。意外と意外とそうですね、いつか7月8日のなんか CD も出たら嬉しいですね。12期生は年内に誕生日迎えるのは4人だね。あ、そうですね、多分もうすでに2人迎えてるんですかね。あ、嘘、あ、でもそうだ、うん、なんかレナちゃんとハナちゃんは私たちあの12期生の中では個人的にお祝いは言ったんですけど、でもそれお披露目前だったので、そうか、皆さんはまだレナちゃんとハナちゃんはお祝いしてないですよね。だから来年のお楽しみですね、うん、めっちゃこだわって作りそう。え、なんかわかんない、こだわりはわかんないんですけど、なんか多分理系なのもあって、あの測ったりするのはちゃんとやりたいです。なんか理系わかりますか、メモリのあのこうなってて、この線のここがなんか300ml になるようにみたいなそれはちょっとやるかもしれない。なんか測ったりするのが日常的にやってるので、もしかしたらそれは、うん、得意っていうか、あの慣れはあるかもしれないです。遅刻しました。いや全然、あのまだやってるので、それは遅刻って言わないです、全然、はい、いつでもウェルカムです。飛び入り参加 OK なので。フォアグラは、そうですね、フォアグラはちょっと使ったことないのでああと3分は、じゃあちょっとあれですね、私はちょっと配信を終わるタイミングがいつも間違えてしまいがちなので、うん、そろそろ終わりたいと思いますそう、表面張力もしっかり見極めて、表面張力、あの、うん、表面張力、うん、そうですねキムワイプは、あの、多分キムワイプは高級品なのであんまり使っちゃいけないって教授からも言われててはい、ティッシュを皆さん使いましょう。ティッシュとかキッチンペーパーを使った方が、あの、経費削減になると思いますなんか机にこぼしただけとかだとキムワイプ使ったら怒られちゃうんですよ。だからいつもティッシュ使ってます。キムワイプ使うのはなんか本当にガラスビーカーとか酸化グラスとかとか、あの中のそのあれ、中のあの、なんていうか、削れないように、あのなんかゴシゴシ洗うと容量が変わっちゃうんですよ。だからそういう時とかだけです、キムワイプ使うの。そう、キムワイプ高いんですよね。というわけで、はい、ちょっとあと本当は2分できるんですけど、あの終わり方がわからないのであの、うん、ちょっと自分のタイミングであのいい感じに終わりたいなって思ってます。はい、皆さん本当にお久しぶりの配信なんですが、なのにあのちょっとしかできなくて申し訳ないですけど、あのもう元気になったので、あのなんだろう、もうちょっと頻度増やして、はい、うん、今まで通り、うん、頑張りたいなって思いますめっちゃ久しぶりでなんかお話できてめっちゃ嬉しかったです。もうめっちゃなんかあの、うん、あの毎回来てくださる方も、あ、なんかめっちゃ久しぶりだなって思いながら今日呼んでました。すごいありがとうございます。皆さんもなんかあれですね、感染症とかあの風邪とか多分流行ってるので、はい、引き続き健康に気を使っていきましょう。あの私も気をつけます。というわけでお疲れ様です。おやすみなさい。ありがとうございました。失礼します。